いや、お客さんも大喜びですね。噛みました、すいません。欲しいって言ってる。じゃあ今週の1位は、ログをつけてそのように言ってまうんですから、じゃあこのそこに悪い動機を流し込む。あー、そうだ。今日はどんな作業をしてるんでしょうか。おはようございます。今日は何してるんですか。今日はブロック、建物用のやつだっけ。このちょうど影と日当たったのちょっと見にくいですけどちょっと見にくいですけど、いいですね。これは表だけなんですか。塗って 裏は塗ってないんですか。裏塗ってないんですか。はい、表だけ。表だけ。はい。この部分だけ。あ、そうなんです。塗ってるように気持ち言わして滑らそうとしてたんですね。悪い親方ですね。悪いですか。結構立ち上がる。こういう小手模様をつけて。そう。なるほど。で、他の二人は何してるんですか。この上に板で貼っていくので、はい、板でを取り、横木を取り付ける、はい、作業してるんです。うん、なるほど。ためのあの縦の方で先にアルミの方、なるほど、はい、で先に塗っとかないとダメということです。本当はまあ乾いてからしたいんですけど、はい、なんて忙しい。わかります。綺麗に塗ってますね。いや、お客さんも大喜びですね。噛みました、すいません。森下占い。あ、今日僕もあれなんですよ。もう今撮ってる側なんで。あ、ダメなんです。あ、ダメなんですよ。あ、映さないと。そうですね。また。やっぱ先生は違います。そうですね。また集中力が足りなくなるんで。やっぱ未来史なもんで僕。ああ。ユニークスキル。あの、最近みんなに先生って言われてますもんね。そうですよ。賢者とかね。賢者とか言われますから。あ、賢者。うん。そっち系になってる。そうですね。吉尾さんには大賢者って言われましたからね。あ、そうなんです。うん。はい、黙っときます。黙って。すいません。リブロが完成ここに来るわけよ。そうですね。今週の最下位は最下位乙女座っす。乙女座以外考えられないで。考えられないですか。乙女座の人からクレーム殺到ですよ。いや、だから乙女座でも三重県出身の、うん、南五条県出身の、はい、個人情報バレバレY さん。Y さん。俺 SY さん。SY 39歳。SM さん、翔太森さん、今ちょっとここで苦戦してるんです。苦戦してます。これも勉強ですね。はい。寸法切ってるんですか。はい。Everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. 寿司行ってくるんだって。何で俺ペットフォームやん。誰と来たの。
何か気づいたことありますか？気づいたことですか？あ、どうしたんですかこれ？こんな違います、違います、それじゃない、それじゃないですか？ヒゲ剃ったでしょ。あー、ヒゲ剃ったんですね。空気上がるんですか？ヒゲ剃ると、またね、ヒゲをずっと伸ばし込んでたら上がる。あ、ヒゲを剃るとヒゲ剃ったんですね、運気を上げるために。どうですか、似合います？似合いますよ、もうコメントす、まあ、すごいですよ、あれが翔太くんかっこいい、女の子が来たき試しないんちゃう？ ありますよ、ありますよ、翔太くんかっこいい、超イケメンとかね。あ、そうなんですか？よく入ってます。いや、僕見てますから入ってません。入ってますよ、入ってます、入ってます。そのいつどうしたんですか？あ、作れました。あ、翔太くん作ったんですか？そうっすよ、ウッドデッキの材料。そうっす、あったやつ、ね、簡単に言うとやっぱ遊ぶことでちゃんと遊んでて、ミニウッドデッキみたいな感じになるね。まあ、プラスの力持ちも一人で呼べる。ああ、いけるんですね。僕はちょっと広いもんで、ね、ちょっと今ちょっと噛んである広はっていうね。そんな感じ、仕事してる。僕ちょっと見てるんですか？いや、監督、監督、名前だけ見たことない。はい、そろそろいいですか？今日の本題に入っても先生。いやー、今日はちょっと、どうせ決まってますもん。ヤギ座は、ヤギ座はね、今日は2位、2位、うん、今日も2位だよね。うん、まあやっぱ上位が、上位ですね。ヤギ座は、ヤギ座は、あ、そうですね。じゃあ今週の1位は、1位はサソリ座です。サソリ座が1位、たくまさん。あ、今日は1位なんですね、うん、ラッキーアイテムは、ラッキーアイテムはね、はい、ヒゲ剃り、ヒゲ剃り、ヒゲ剃らない、ヒゲ剃らない運気がやっぱ落ちるんですね。高間さんも剃ってこなかったんでね、はい、剃らないんですよ。ああ、そうなんですね。自分剃ったからって人に剃るっていうタイプですね。いや、違います。あ、違います。違います。3位は？3位は水瓶。水瓶座。水瓶座3位まで落ちたんですね。そうですね。ああ、そうなんですね。で、まあ、あとはもう、もう、大会がもう平均一緒ですね。はい、一緒なんですね。じゃあ、今日の、皆さん気になっています、最下位は、乙女座、乙女座なんですね。何回上がってもいろんなやり方する。ダメなんですか？三重県に住んどる人がダメなんですね。ああ、ダメなんですか？南の方。ああ、そうなんですか。やっぱでもちょっとラッキーアイテムっていうか、やっぱ従業員優しくしたら、はい、ちょっとだけ見たら。ああ、なるほど。優しくないんですか？どうなんですかね。僕はそういう風に出たもんで、はい、それしか言いようがない。ああ、言いようがないですね。自分も自己満でダメですよ。ああ、ダメです。したとかで。ああ、そうなんです。相手の気持ちが優しくしてくれたなっていう。ああ、いつも僕言われてますけどね。優しいですよね。ああ、乙女座は乙女座なんですか？いや、そうですよ。はい。たまたま三重県の南部で乙女座。はい。あ、僕39歳です。39。はい、独立でしたね。はい。天罰が起こる。お店の方は繁盛してないですか？あ、もうブチブチ森下占い店、ね、もうテレフォンだけなんですけど。あ、テレフォンで1回2000円。1回2000円。はい、1時間ぐらい。はい、あ、あとその乙女座のどうすれば、まあ、ラッキーアイテムっていうか運気が上がるんですか？はい、昨日はまあ土偶じゃなかったです。土偶やったじゃないですか。上昇はしないですね、今回は。上昇しないですね。維持ですね。あ、下がらない。あ、下がらないっていう、もうどんどこってことですね。そうなんですね。あ、それが自分をつけてその上にリストバンドしたら。あ、そんな面倒くさいことしないとダメなんです。面倒くさいぐらいじゃダメ。あ、ダメなんですね。上昇をつけてその上にリストバンド。何色がいいんですか、リストバンド。リストバンドは白。白。自分はちょっと黒っぽい。白のリストバンドでちょっと汚れ目立ってくるんじゃないですか。だからそこに悪い運気を、あ、流し込む。あ、そうなんです。汚くなったら落ちる。あ、何個か持っとかなかった。そういうこと。両方っすか？あ、両方。あ、両方つけた。両方数珠も。数珠も。あ、そうです。数珠も結構大きいやつ。あ、大きいやつ。何色の数珠？あ、もうグレーとか。グレーの。なかなかないんじゃないですか、グレーとか。はい、もうサラサラ。あ、そうなんです。色塗った。はい。そしたら良くなります。ああ、
結構東京の方からもあるみたいですね。森田さんに見てもらいたい。ああ、でも出張もよくしますね。ああ、そうなんですね。今ちょっとこっちの本場の方が忙しいので。ああ、そうなんですね。はい。わかりました、先生。はい。もう結構喋ったんでお金取られそうなので、ね、そうですね、はい、やっぱりギャラ発生します、発生します、はい、もちろんですね、メガネつけたらもう従業員もいるから、ああ、そうなんですね。じゃあそろそろ入れ替わります、よし、やった